ここでずっと維新の会がやってきた改革が書いてあります。資料の6、大阪市政これまでの取り組みっていうところの23ページ以降に、ごめんなさいね、大丈夫ですかね、23ページ以降にいろいろ書いてましてね、例えば24ページだと職員をここまで減らしますよ、今3万8000人ですけども1万9000まで減らしていきますよ、あとの職員どうなるの、じゃあこれはね、公務員という身分じゃなくてもできる仕事はもう民間人になってもらう、民間人になってもらえばね、もう公務員という特権は与える必要ありませんので、まあ、そういう意味で公務員の数を半分ぐらいに減らしていきますよとかですね、25ページ、これは維新の会の、まあ、売りの一つなんですけどもね、天下りの数なんていうのは25ページの右上の図なんですけども、維新の会でですね、天下りの数7割削減しました。 70% です。それから、左上の図、その横の左の図なんかはね、25ページの上の左側の方の図、天下りの団体も、これも維新の会の僕は自慢なんですけど、当初72天下りの団体があったのが、もう26年には21に減ります。で27年には18まで減ります。それから天下り団体に、いろんな特別の仕事を渡していた。普通は民間の皆さんが役所から仕事を受けようと思ったら入札でね、徹底して審査を受けるのに、天下りの団体は入札を減らせ、入札をしなくてもいいんです。特別に特権的に仕事をもらえるんです。天下りの団体はそんなことは許さんぞって言ってね、これも維新の会の自慢ですけど、最初はそのね、入札を経ない、入札しない、その仕事の出し方見てください。僕が市長になるまではね、325件で321億も無条件で天下り団体に仕事を渡していた。それが25年ではもう20件まで落としてやりました。その金額も50億円、これ来年、50億円見込みで、これが今44億まで落ちるっていう報告が来ています。やろうと思ったらできるんです。例えばこれ、この数字を見てもね、あまりピンとこないかも分かりませんが、一つの例を取れば、地下鉄の売店、あれずっと天下りがやってたんです。地下鉄の売店、なんか暗い雰囲気で品数も少なかったじゃないですか。今どうなってますか。ファミリーマートとポプラっていう、コンビニ入ってもらったんです。入札をやって、これもうダメだと、その特権はダメだって言ってね、天下り団体にもね、入札に応じさせたんです。案の定天下り団体落ちました。ダメでした。でこれ民間のファミリーマートとかポプラがやってですね、どうなったか、綺麗になったし、明るくなったし、商品増えたし、公共料金の支払いまでできるようになったんです。これが一つの例です。そういうことをね、徹底して見直して、まあ、この325件から20件まで金額にして、321億円から50億円、44億まで落としてた。これが大阪維新の会、まあ、僕のね、改革の一例です。大体こういうことをやってもね、全く報じてくれないんでね、新聞は全然報じてくれない。失敗したこととかね、だから議会で、あんな僕が2時間も議会があったら、だからたまには下向くじゃないですか。あれ下向いたらその時だけ写真撮られてね、元気のない橋本市長とかね、3時間の会議の中でね、考え事するのにちょっと目つぶるじゃないですか。こうやって考えるのに3時間の議会、3時間も会議してるんですよ。この都構想をやるのに、反対派と口から泡飛ばして議論してる時に、人が喋ってる時にこうやってちょっと目つぶって考えてたんですよ。そしたら疲れて居眠りする橋本市長とかね、そんなことよりもこのやったことを報じてくれて、でも全然報じてくれないから、これからもう僕はね、選挙戦終わるまでずっと自分の自慢話ばっかりやろうと思ってました、これは改革の本当に一例です。そしてもう一つ見ていただきたいのは9ページ、同じ資料の9ページ見てください。大阪市役所がなぜダメだったのか。これだけでかい役所ですからね、もう無駄遣いばっかり多くて、予算は3兆円あるんですよ。予算は3兆円あるのに、子どもや教育の予算見てください。僕が市長に就任するまで67億円しかありませんでした。少なすぎますよ。公立の中学校の給食すら大阪市はやってなかった。全国で 95% の公立の中学校給食やってるのに、大阪市はやってなかったんです。3兆円も予算ある。
何にお金使ってたのか、海の時空間とかワインミュージアムですよ。医療、福祉、教育にね、集中するのが特別区役所です。ワインミュージアムとかホテルの経営なんかやらせません、やりません。ここは医療、福祉、教育だけ。大きな事業は大阪都がやる。特別区は医療、福祉、教育、それだけ。さっきの東京23区の予算見てください。医療、福祉、教育、そこに特化してますから。ホテルを建てるなんてそんなバカな話は出てきません。鉄道を引くとかそんな話は出てきません。あの23区の予算見てもらっても結構です。防災対策とかね、あとはもう医療、福祉、教育、それだけなんです。3兆円の予算あったらね、どんだけ大阪市もう暮らしがね豊かな、そんな政策ができるのか。公立の中学校の給食40億ですよ。それもできなかった。もう無駄遣いばっかりですね。でそれを大阪維新の会と僕で辻先生、中村先生一生懸命頑張ってくれましてね、67億が今や教育子ども予算250億円です。でこれは250億円っていうのは確定値で、26年度僕がもし市長に再選されれば300億円越します。そこまで子ども教育予算を増やしていきます。そのどういう内容を増やしていったのかっていうのは次のページからずらーっと書いています。まあもう細かく説明しませんけども、子どもさんの医療費ね、今もう500円以上は全部無料になってます。中学校3年まで、中学校3年までは500円以上は無料。それから塾代助成といって、西成区から始めましたけども、塾に通うお金、子どもたちに中学校1年生2年生3年生に月1万円年12万円の助成をしています。でこれ子どもたちこれから7割8割ぐらいに助成しようと思ってます。これだけで50億ぐらいかかります。ただ現金は配りません、親御さんがパチンコ行っちゃうんでね、ですから IC カードを渡しまして塾か習い事にしか行かせないようにします。それから11ページはですね、さっきの、給食の話もありますけども、子どもたちにコンピューター、iPad、 あのキーボードのないコンピューターを1人1台全員に配布していきます。世界で最高水準の教育環境を整えます。中学校の給食はこの4月から、新1年生は全員給食です。全員給食に変わりました。で2年生3年生はお弁当と給食どちらでもいいですけども、この新1年生から全員給食で、さらに温かいものは温かくして食べれるようにですね、さらに25億金を突っ込んで、そういう、調理というか温度設定ができるようなそういう場所を各学校につけていきます。これまた25億金を突っ込んでいきます。それから小中学校の普通教室での空調機、エアコン、中学校は全部つけました。3年間まで中学校全部つけました。小学校はこれから3年間かけて全部つけていきます。でね、涼しくなるだけでは、ね、子どもたちが甘えるだけですから、涼しくしてやったんだから夏休みは1週間削ってやりました。勉強させます。これはもう教育委員会で決定になりました。大阪市は、ね、夏休みは8月25日までと、もう子どもたちはもう本当に橋本を恨んでいますけど結構ですよ。で冬休みもね、これエアコンつけて暖かくしたんだから1日削ってやりました。これも勉強させます。それから土曜日授業もこれからどんどん増やしていきます。で、まあ、こんなこと言うと橋本は高齢者切り捨てなのか必ず言われるんです。違います。今日はね若い人ばっかりですから、あまり高齢者切り捨てだという文句が出ないかと思うんですが、ただね